って、こっちにもポケモンがいる。あ、待って待って、そこにも。本当だ。もしかしたら他のところにもポケモンたちがいるかもしれないから、うん、みんなで助けに行こう。うん、せっかくならさ、うん、誰が一番救出できるか勝負しようよ。あ、いいね。こら、何してんねんお前ら。来て来て、おっしゅう。まもは、うわ、先生にバレると募集されちゃうみたいだから、みんなで見つからないように救出しよう。救出したらバレないようにここの教室に集めよう。うん、学校にはたくさんのポケモンたちがいるぞ。多く救出した人の勝ちだ。ただし先生たちに見つかると、その時に持っているポケモンは没収。教室まで持ってくればポケモンたちを追うことができるぞ。制限時間は15分。たくさん救出できるのは誰かな。欲張りさんでね、こうやっていく。怖い人。じゃあちょっとタックに任せよう。よろしく、任せた。あっち行った方がいいよ。オッケー、まあしょうがない。僕ら遠くの方から探すんで。なんかでっかいポケモンがいた気がするんだが、気のせいだよね。マリア、待って。待って待って、俺の一番好きなポケモン、ニョロゾ。そして進化系のニョロゾ。そしてその進化前のニョロモン。テテテテンって鳴き声の、この3兄弟を無事救出しました。時間がないんで、はい、救出していこうと思います。こっちだ、よいしょ。どこだ、どこにいるんだ。あれ、それは見て見て先生、あのね、ニョロモンの時とニョロゾニョロモンだと渦巻きの方向がね、逆なんですよ。ほんとだ、うん、どれどれよく見してみ、うん、ほんとだ、全然違う。そう、全然違う。ポケモンが取られちゃった。そこでラグトリオがいたんで、とりあえずゲッスーで、そしてこっちにもキレイ花のゲッスー、折り返しに行きたいと思います。わあ、めっちゃ、ここにカメックス。でででででん、サンタパンも救出して、一旦ちょっとこの4匹で教室に置いてこうかな。一番多く集めた人が勝ちだから、コナミに行くのが絶対いいと思うの。それにね、手に持てるだけっていうのがね、そんなに持てないよね。よし、じゃあここのここね、まだね、ダックン、ドクちゃん、どっちも救出しないみたいだから、引き続きこのメスで救出していきたいと思います。あー、すごい、いっぱいいるじゃん。奥の方から救出していこう。コンパン、サンド、救出、ダブルシア、よし。あ、マリルリ、救出。そしたら、ピッピー、再び救出です。いい感じやね。よし、早く行って、救出しなきゃ。ひまわり、救出。よしよしよし、よしよし。うわぁ、この校長先生しか入れないところじゃん。あはこれ、校長先生で怒られちゃうよ、これ。ほら、おいで。よし、バリータを救出です。あれ、待って、これ何が行われてんの。ここ、面談みたいな感じなんかな。じゃあ、この深い領域二度クイーン、カーディー。ちょっとやばい、もうめっちゃパンパンになってきちゃったから、一回ね、教室の方に行って置いてきます。よいしょよいしょ。これやばくない？めっちゃ救出してるよ。じゃーん、やばー、めっちゃ救出しちゃったね。次、実はですね、図書室がここあるんですよ。図書室にも、あ、マー君。そして今カメラを回してくれてるのはマー君でーす。どうも。長い間いすぎると多分先生たち来ちゃうから、ちょっとずつね。もっと、あ、待って、せっかくならこのさ、3匹でいるんだ、ほら。あー、かわいいね。ポッポとピジョットとビジョンだ。キス成功。アンノーンもキスで、ここは教室から近いから結構助けてても大丈夫かも。にゃー、熱い。ベルシアン、さっきね、4匹だけだったけど、こんなにいっぱいしてた。何してんねん。こんな遅く、またそうやって遊んで。何そのポーズ。先生に対する態度じゃないやん。今ちょっと手が離せなくて、そこういうポーズ見せてる。なんで見せてるよ。手が離せないかもしれない。見せてるよ、手。大丈夫か。ガーム没収や。ガーム没収や。今のうちや。はい、没収。もう絵時間が帰るよ。はい、帰ります。心配するから、ね、優しいな。優しい先生は敗戦で戦わないからね。ダメ！今いきなりさ、怖い、あの先生。でも近くにウツボットがいたんで、ウツボット切り捨てた。体育館の方行こうかな。
あっちに行ったら多分見つかっちゃうので、ちょっとこの辺の、あ、ほら、いたいた、ニューラ、こういう子たちをちょっと優先的に捕まえましょう。あ、いた、ニドラメス、ニドラメス、あ、見て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 、目の前にこのドンパン可愛くないですか。ズンって感じがさ、ふてぶてしい感じがして可愛いですね、逆に。ちょっと、あ、おる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 、はい、サナギラス、ちょ、これ、ほう、まさかほうおうが、え、待って、先生が近づいてくるようか、先生見つかった時に全部取られちゃうから、ちょっと一旦この数で救出しに行きましょう。よいしょ、まだちゃおうで、やばい、関西弁先生だ、関西弁先生だ、関西弁先生、この世界で一番怖い先生なんで、あの人には捕まりたくない。おしゅうやって言われてる、やばい、用事が済んだら帰ってもらえ、はい、危ないからね、俺は、うん、明日お願いします。ちゃんと逆考えるように。それは考えないです。やめろ、危ない、今さ、ポケモン持ってたらさ、没収されちゃってたよね。危ない、トキちゃんがいたね、今。待って、ちょっと欲が出ちゃった。ダメ、大物がいたらルギアを捕まえたい。ルギア、ハートゴールドとソウルシルバー。よし、いけるか。あの、あると思ったんだが。よし、めちゃくちゃ優勝したかもしれない。うわ、取れるんだ。なんか、ソラ先生に捕まってたらしい。うわ、入れてる。パーンと思ってたけど。そう、めっちゃ戦えた。めっちゃ痛かった。マジで、なんか折れた。嘘、折れてなんか、どんなやつ。折れたね。折れたのね。うん、よし、着きました。オッケー、トキちゃんいっぱいゲットしてんな。よし、負けずに行くぞ。あー、かわいいね、そのかわいい、キャノミー、うわ、これ届くか、うわ、フィン、あーあー、やったー、救出できた、オリドリル、マジでここにね、ラスト、よし、こわ、キャノー、救出登場して体育館一丁、めっちゃ順調に救出しまくる、エアキット救出、体育館いるかな、あー、めちゃめちゃいる、どうか、押して、星ヒーローでもいるじゃん、てーん、すごい、ここ救出しまくるよ、バビー、めっちゃ救出できるぞ、ここ、一回置きに行くか、今めっちゃ救出できたからね、なんか声がするな思ったんや、何してんねんお前、何してたのか自分で落ちてるか覚えてないです。これなんやこれ、あー、またこんなんで遊んで、遊んでないよ、救出してたんです、学校やぞ、ここ没収やから、あー、あー先生、ロケット団じゃん、もうそんな、なんやロケット団って、没収没収全部没収、そう、夜やからな、気ぃつけてな、はーい、一生懸命集めたのに悔しい、こっちだ、図書室行くぜ、あ、いた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 、マンタインゲッツ、え、待って、何仲良くしてんの君、ネイティオとエアームドゲット、椅子の下とかもいない、やばいな、人の気配がする気がする、もうガサゴソッと音がしたよ、シャ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 、噛んでるからだね、お、あ、あ、なんで、さっき注意したばっかりだよね、君。これ何ね、どうしたの？捕まえました。なんで？救出いばしようって友達とちょっとそれはゲームしてた。なんで？なんで？なんで？楽しいことが続いた。ちくしょう！早く気をつけて帰れた。取られちゃったよ、また。なんかギャグ、最近音ハメやらないように頑張ってるけど、なんかたまに音ハメしちゃった。あー、なんでもないです、すいません。怖い先生に見つかってしまいました。でもまだゼロじゃないので、こっから探したいと思います。怖い。でもあの王先生は、まあ普段変なんだけど、特に今実験をすることにハマってるらしくて、多分実験にちょっと夢中っぽいからすり抜けられると思うんで、しょうがない、バレないでね、職員室まで来ました。そしてブラッキー救出、サイ君も救出、これで4、いっぱいいる、サイハナ救出と、あーってここにいるの獅子めちゃ可愛くない？めちゃめちゃ可愛い、どうしようかな、ちょっとこのまま欲張りたい、あ、ティーガタ、ラオ、キス、リカス、
スにまだ多分助けられてない子がいるから、もう少し行こうかな。あそこにハピナスもいるから、ハピナスーピナスもキッス、あピチュー、ピチューもキッス。ちょっともう持てないから、これで戻ろう。これで見つかんなければかなり勝ちに近づくんじゃない。でもいないよ、いないよ。さすがにね、2回もバレるわけにいかないからね。たっくんが、救出してるな。はい、かなり救出できたよ。もうどんどん救出しちゃうよ。見て、ここ紅茶室、紅茶室でロコンとさ、ムチュールがさ見てたのよ、こっちを。ということで、この2匹を救出しつつ、あ、待って、ここ見て、ここクロバットがこんなところに。クロバットも救出してあげたいと思います。あ、誰かのフィッコール、ちょっと待ち伏せしよう。このところにセレビーいる。すごい、かわいい。あ、おったおった、じゃん、かわいい、かわいい。あれ、うわー、あーうわー、ありがとういっぱい持ってると思ってちょっと驚かそうと思って待機してたんだけど。あ、なるほどね。そう、待機してる時間が持たれなかった。やばい、ちょっとそこそばにいてね。そうなんです。はい、ゲット。ここにはギャロップ、毒クラゲです。ちょっと今度は油断せずにこの状態で救出行っちゃいます。私の救出、来た、ミルタンク。あ、やるじゃん。ヤドキング。はい、伝説ポケモンウィンディ。よし、あ、痛い。あー、ロック。よし、ちょっとこのまま。よっしゃ、戻ってきましたよ。お邪魔します。よし、こんな感じだ。まあいい勝負なんじゃないかな。まあ、こんなのんびりしてる場合じゃないですよ。うん、残念だったな。あ、こんなことする場合じゃねえんだよ。ああ、次行ってない部屋見てみようかな。カブグリス、あっちの方の部屋でさ、まだ行ってないよ。よいしょ。あ、ここ全然救出されてないじゃん。ゆっくりと救出しちゃおう。あら、かわいい、めっちゃかわいい、めっちゃかわいくないこれ。ヤガの実験、ヤガの実験、ヤガの実験、そう、ヤガの実験、ヤガの実験。ヤガの実験、興味あります。あれ、はい、興味ある。君、はい、ヤガの実験、興味あります。本当に、はい、君はいい生徒じゃないか。はい、じゃあやってみる。え、急に。分かった、じゃあ化学反応だからね、ギャグは。はい、ゴローンとゴクンで。頑張れ、大丈夫、やってみることが大事だ。いきます。ゴローンゴクン、ゴローンゴクン、ゴローンゴクン、ゴローンゴクン。ふわーん、ふわ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 。バランス、バッ、ナイス。君体操、いいだろう。とても君、なかなか見どころがある。ありがとうございます。今後もそのパラスと仲良くするんだ。はい、ありがとうございます。気をつけて帰るように。はーい。ポケモンを踊られるよりも怖かった、今の実験。あ、待って、さっき全然やばい、逃げろ。あの人捕まる前、にいっぱいアルキーゲット。自習はめちゃめちゃ偉いけど、何これ。そうですね、あのサイコキネシスとテレパシーで代わりにやってくれる。どこ行けお前、おっしゃい、こんなもん。お帰りなさい。じゃあちょっと荷物まとめてくるんで行きます。はい。おとくちゃんも体育館の方に行ってたんだけど、意外と持ってなかったから、もしかしたら体育館にいっぱいいるんじゃない。そしてちょっとあんなところにくーがいる。くーも救出で体育館行く前にちょっと保健室行こうかな。わっ、救出手が待ってる。よし、続いてをキッス。よし、よし、これで体育館に行けば。いっぱい嫌な声聞こえたな。ちょっと体育館に行くの諦めて走って。バレない。そう、体育館来たかったんだけどな。王先生は不気味だし、ノロノロ歩いてるから、王先生はね、全然怖くないの。ということで、エイピーキッスです。順調だね。順調です。おまけだー。え、ここ来た時
時にはまだいなかったよ、こっち側に。科学の実験で。すごいすごい。じゃあ失礼します。なんだ持ってるのお前。いや、何も見えないっすけど。俺さっきお前生徒にギャグ馬鹿にされて機嫌が悪いんだよ。あれのおどころが悪いんだよ。あのおどころが悪い。ギャグも悪ければ言葉遣いも悪い。バスだあーあーダメだ。早く帰りなさい。はーい、いっぱい救出できたのに。近くにいたバラフリー救出。うわ、あとどれぐらいだろうな。あれのおどころが悪い。王先生の声がする。バスだ止まる。いましたね、ゲットします。いや違う、もう先生にもうね、捕まったのよ。マジで？うん、そう。え、じゃあここで関係ないけど、バタフリーの真似うまいから、視聴者さん見たいって思うから。バタフリーの真似うまいかな、本当かな。すごい上手だったから、ちょっと見せてあげて。バタフリーです、いきます。フリーフリー。マジで似てんな。やった。似てるな。思い出したよ、バイバイバタフリー。じゃあ気をつけて。気をつけるわ。よし。いたずらされないの。すぐびっくりしたな。ガサってなってもう腰抜けちゃう。ところでここにこんな高いところに、はい、ゲッツしてあげました。よっしゃ。うわ、王先生がいる。やっぱ買いに行って、あ、見て見て、ワンリキーがいた。ワンリキー結成。教室がね、2階にあるから、図書室にもう一回。空先生は結構気づく。気づくの俺はって。はい、4匹救出。うわ、でも結構いい感じの戦いじゃないね。引き続き救出したいと思います。よし、はい、公式救出しちゃうよ。さっきからさ、目に入ってたんだよね。カフェリル、トランセル、こんなところにいるじゃん。アモ、いないいないいない、今だ。あ、あ、お手の番じゃ。よしよしよし。うわ、なんか、わあ、先生多分誰も見てないけど、ポケモンのこと見せたら一人でギャグやっちゃうんだろうな。あ、思いついた。俺は絶対負けない。俺は絶対負けない。俺は絶対負けない。そんなやつは無理。意志つぶて。これがまさか王さんが自分にカメラを向けられてないとは思ってないんだろうな。やばい、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 やばい。俺は絶対に負けない。俺は絶対負けない。そんなやつは無理。意志つぶて。よし、このまま先生の後ろついていけばバレないやつ。あれ、ゴローンおるやん。してるなと思ってたちゃんが。さっきちゃんとカラスと一緒にギャグを習得したところじゃなかったんですか。はい、ちょっと正面みたいな。え、3、2、1、ぐるりん、うん、ぐるりん。顔こっち向いてる。顔こっち向いて、そしてそのままぐる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 。ギャグ頑張ったのに。大事にするんだ。でも置いてよっこ。確かに大事なバラスやからね。みんな大事やけど。いやいや、でもやばい、もう多分時間ないやな、きっと。やばい、ズンズンいってる。出してしまったら危ない。本当に落ちてよって先生に挨拶しないとな。校長先生、次こそはね。校長先生どこ行ったの。 お呼びかな。おー先生。あ、校長先生。おあれね、できるぜー持って向かって、で王先生の声がして、うん、あ、やばいっつって隠れてたら、ダメなんだよ、ごめんな、みんな。すごい、たくさん救出したね。もう悲しいよ。悲しいね。じゃあ数えるか。よし。
よし、11、12。あ、たくん12。12。9。次読んで、こっち気づいてもらったんだけど、いっぱい持ってたやつ全部回収かと思いきや、なんか一緒にやったパラスギャグ、あ、パラスがいなかったら負けてた、マジで、そう、うわ、なんかすごい感動的な、感動的やな、確かに素晴らしいね、好きになっちゃうね、パラス、いや、本当に一緒にまずギャグやり抜いた仲間やからね、勝負だ、ポケモンを選んでね、草は水に強くて炎は草に強い、水は炎に強いよ、せーの、君に決めた、猿乗りだったので火花を選んだ君の勝ち、みんな勝てたかな。